甲府鳥もつ煮は、山梨県で食べられている、鶏のもつを砂糖と醤油で照りにし、町おこしを目的とした地元の料理。もつ煮込みではなく、甘辛く味付けしてりが出るまで煮詰めたものであり、B 級ご当地グルメの一つに分類されている。山梨県内で、鳥もつ煮と呼ばれているが、町おこしのために、山梨県甲府市の名を取って、甲府鳥もつ煮と呼ぶことが始まった。 また、山梨県内で広く食されることから、同県と同じ範囲にあった、両生国、海の国の通称をとって、公衆鳥もつにとも呼ばれる。この地域における、鳥もつ煮の発祥、電波は、1950年頃に、鳥のもつが捨てられていてもったいない。何か安くて美味しいものができないものか、と山梨県甲府市の蕎麦屋で考案したもので、それが評判となって、 他の飲食店に広がっていき、甲府の特徴的な食文化の一つとなった。ただし、鳥蔵つを煮込んだ料理は、地域独自、限定の文化ではなく、類似する料理は、他の地域でも存在する。鳥蔵と総称される部位のうち、主に砂肝、ツ、レバー、金管など、以前は捨てていた部位を活用、工夫した料理である。 牛や豚の内臓肉を使用した持つ煮込みとは異なる。甲府市間効果のレシピや、奥道のレシピにおいて、基本の調味料は、砂糖と醤油だけであり、作り方は、鍋やフライパンに調味料を入れて煮立たせタレにし、泡だったら、鶏もつを入れて絡めながら煮詰め、タレに照りが出て、飴状になって、汁気がなくなったら、完成である。 大量の砂糖醤油を使ったタレで、旨味を閉じ込めており、このタレ自体は、焼き鳥で使用されるタレに類似している。山梨県内では、蕎麦や、ほうとう屋などの定番メニューとして認知されており、鳥もつといえば、これのことを指す。甲府市役所が発行する甲府市観光ガイドや、甲府市公式サイトには、甲府ブランドの一つとして、ほうとうや苦いなどと並んで紹介されている。 また、県内スーパーの動向として、定番の惣菜としてよく取り扱われる時期から、2000年代頃では、惣菜の種類が増えたこともあり、店頭扱いが低下傾向の時期を経て、B-1 グランプリ優勝後は、再度定番の惣菜として置かれるようになった。2008年の調査では、甲府市近郊の蕎麦屋51店で、当メニューを扱っており、前菜や酒のつまみ、 そばの定食、米飯の上に乗せた、鶏もつ丼で食べられている。甲府市役所の若手職員有志で結成された、皆様の縁を取り持ついという団体は、本料理の普及活動をメインに行っており、イベント時の宣伝キャラクターは、鳥もっちゃん、ま丸くん。甲府市内には、これらに賛同して、料理の基準を満たした、甲府取りもつに上り綿を掲げた店舗が多いが、 独自の調理方法や具材を使用する店舗も存在する。2008年から、甲府市役所職員の若手有志が、町おこし団体、皆様の縁を取り持つイ」を、旗揚げ、甲府取り持つにのブランド名で、甲府の B 級グルメとして、取りも、つの全国に向けての PR 活動が行われており、縁を取り持つという語呂合わせとともに、B 級ご当地グルメブームと、 地域おこしの二つの概念から知名度の向上を目指している。2009年、IB リーグに加盟、巡回員を経て2010年4月に正会員に昇格した。2009年11月5日放送の秘密の県民賞では、蕎麦屋で鶏もつ煮が習慣的に食べられている、焼き鳥屋では鶏もつ煮を販売していない店があると紹介された。 2010年9月18、19日に開催された第5回 B-1 グランプリイン厚木に初出場しゴールドグランプリを獲得した。第1回を除くと初出場初優勝は初のケースとなった。B-1 グランプリ優勝後、交付取り持つにを食べに現地へ向かう客が増えるなど関連する地域や産業にて大きな経済効果を生み出し、 観光資源として定着した。その一方、山梨県内で取り扱う飲食店が急増したことや、インターネット上の通信販売、山梨県外のイベントなどにおいて、味が今一つのものや類似品も出回り、利用者より品質が悪いなどと、クレームが寄せられた。その対応策として、皆様の縁を取り持つタイでは、材料や調理法、 おもてなしの心など一定の基準を設けた認定制度を設ける取り組みが進められており、まず2010年11月に甲府鳥もつりの上り旗が商標登録された。現在マスコットキャラクターの鳥もっちゃん及び円丸くんのデザインが商標登録出願中であり、最終的に甲府鳥もつりの名称も登録することを視野に入れている。 鳥蔵を持つを煮込んだ類似する料理は一部地域で存在する。ありがとうございます。